あ、今日は乱闘の後半だ。前回のエピソードを振り返ってみよう。ムチは指を少し口説いてみたけど、あ、よ、ナイスドレス。Very nice. Every day. Very nice every day. キモー。Very nice every day. 指はそれを一切無視して体重の減少に悩んでいた。ジェシカはコーヒーがなくて怒ってるし、カメラマンは対人コーディネーターに恋しちゃうし、ケイタは特に何もしてないけど、おい、乳首出てんぞ。 YouTube は乳首 NG。 久しぶりのこのオープニング、やっぱりいいね。Who speak different languages? Travel to Taran. What type of couple will be formed? If you like a journey, eating, and a love story, this is a must-see. Real すぎるリアル T ショーってそういうこと？ダメダメ一緒に。Travel to Taran.4人はこれからこの癖の強い親父に案内されてバナナボートに乗るんだ。これ俺？あ、2だ。入んない。これいいや、もう。No, no, 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 no,そういうこと？ケンタ、これってボーイズラブ？ケンタ、そうだよね。やっぱりムッチと UB すごくお似合いだよ。いや、だからここも見せる意味。ケンタ、恋愛が始まらないってそういうこと？やっぱりこの癖のあるおじさんのことが気になるの。ジェシカはもうなんかかっこいいよね。ガム食べながらジャケット着ちゃってライフセーバーみたい。え、誰が先頭行ったよ。順番決めて、前からの。いや、結構ね、あの前の人がさ、ボディタッチを増やして指を落とす作戦か。小さくなってくじゃねえか。おい、カメラマン、ディレクター、手前の美女が気になる。いや、もう小さいんよ。小さくて見えんのよ。お、どんどん近づいてきたぞ。取れる取れる。見えるよ。そうそう、これがアクティビティの紹介ってやつだよね。あれ？小さいんよ。
もう打ち合わせしといて、そこらへん。次に4人はパラセーリングをするために船のピックアップを待っています。意気揚々と船に乗り込む4人。しかしここには一つ心配なことが。実はケンタめちゃくちゃ船酔いするタイプ。波は激しく船は揺れる。いやすごい顔だな。吐くなよ吐くなよ、おい吐くなよ。なんだかんだでパラセーリングポイントに到着しました。パラセーリングからビーチに帰ってきた4人。しかし帰りの船で指まさかのダウン。あれはやばいっすわ。何が？もう船こんなんでしょ。曲がるとき。パラセーリングより船の方が激しい。じゃあもうアトラクションが船の方です。ビーチ、カヤック、カヤック。指がちょっと。もうきついっすこれ。ダウン。眺めは良かったけどね。長い。いや、ボートがやばかった。指も元気を取り戻し、この日4人は近くのナイトマーケットで夕飯を食べました。ジェシカが目玉焼き作って、ケンタの目玉焼きを作りましたけど、どうでしたか？my flight it was my flight it would destroyジェシカが最初作って、その後ケンタが日本風の作り方で目玉焼きを作って、なんかいつも食べてるのと違う。いや目玉焼きの質問ばっか。ディレクター、目玉焼き？最初ジェシカが目玉焼き作ってたじゃん。はい、はい、また目玉焼き。なんで目玉焼きの質問ばっかしてんの？いや、っていうかムッチなんか顔違くない？こんな顔だったっけ？違うの、偽物？あれ顔変わった？普通に卵割れた。変だよね、なんか。食べるんじゃないかな。
どうせまた目玉焼きだろ。朝食。朝食。朝食今日作ったのに初めてやっとこう女性陣の前。あ、目玉焼きだけど。なぜか目玉焼きの質問ばかりするディレクター。さあ4人の恋模様。ムッチはユービーにどうやら本気のようです。ユービーは果たしてムッチのことをどう思っているのかな。ジェシカとケンタはまあいいか。あれ？またこれ？何？ストリートパフォーマンス？タバコを服に入れて？はい。消えちゃった。あれどこ行った？指をスーパースパ煙、はい、煙からの T シャツ上げてチャック下ろしたらタバコが出てきた。なにこれ。いや、チャック自分で開けるんかい。ディレクター楽しそう。ニッコニコ。そうだよね、やっぱりね、チップはあげないとね、ちゃんと楽しませてもらったからね。はい。いや、もう一枚って顔、すごい顔でねだってくるな。たかられてるじゃねえか、毎回。はい、しっかり撮らさせていただきました。こうして夜の街へと消えていくディレクターなおでした。というわけで次回のスリーチューブも見てね。チャンネル登録もよろしくお願いします。